最新版頚椎の矯正方法、今までやっていたのちょっと難しかったかもしれません。誰でも簡単に頚椎が矯正できる方法をお届けしていきます。はい、こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今日のテーマは最新版頚椎の矯正方法をお届けしていきます。はい、私これまでにですね、ゴッドハンド通信で頚椎の矯正法ね、何回かお届けしてるんですけれども、ちょっと難しかったかもしれません。はい、なかなか映像じゃね伝えきれない部分があったりとかして、再現性がちょっと低いのかなと思いまして、まあ何かね映像で皆さんが分かるのできないかなと思っていろいろ開発してたんですよ。そこでですね、今回は最新版ということで、誰でも簡単に頚椎が矯正できる方法をお届けしていきます。で、今回の頚椎の矯正法をマスターすることによって、今までのね頚椎の矯正法よりも短時間で済むと思います。しかも術者が疲れません。患者さんも痛くありません。はい、そんなメリットたくさんありますので、どうぞ最後まで動画をご覧いただいてマスターしちゃってください。それでは始めていきましょう。はい、それでは頚椎の矯正法をお届けしていきます。で、今までやっていたのをちょっと説明していきましょうか。今までやっていたのは、まず頚椎のね、どこが動きが悪いかっていうのは、それは先生方自分で見つけてください。まあ動きが悪いところを見つけたら、今までだったらこの親指ですね、親指をこの動きの悪いところに当てて、はい、当てて同側に側屈をかけて、で反対側に回旋かけたりとか、まあ同側に回旋したり、まあそれぞれちょっと場合分けはしてますけれども、同側に回旋をかけていって圧縮をかけていくっていうやり方をしていました。はい、でこれだとちょっとデメリットとしてあるのは、まず患者さんがちょっと痛いんですよ。ズーンっていう感じでちょっと痛かったりするんですよね。であとは時間がかかるっていうのと、術者の親指が痛い、はい、こんなちょっとデメリットがあったんですよ。で今回じゃあどうするかってことなんですけれども、はい、いきますよ。で最新版はですね、まずこのまま検査していきます。で今モデルさんの場合は、まあ、上部の頚椎の右側が少し動きが悪いので、そこに人差し指ですね、人差し指、検査のままです、検査のまま人差し指当てちゃってください。で当てます。で当てたらこのまま同側に側屈、はい、で、指を当てた関節に、関節を支点にしてください。で側屈かけたらこのまま、はい、あとはこのまま体を揺らすだけです。体を右に揺らして、で左に揺らして、で右に揺らして、左に揺らす、で右に揺らして、左に揺らす、これだけです。3回ぐらいやっていくとだいぶ緩んできます。さっきのゴリゴリがね減ってくる感じがあります。ちょっと今ね別カメで撮ってるので、別カメでも動きが分かるように、ちょっともう1回いきますね。でもう一度やり方を説明すると、まず検査をします。で動きが悪いところを見つけました。で私の場合人差し指でそのまま触診してるので、人差し指をそのまま当てます。で当てた指を支点に同側に側屈です。今右なので右側に側屈かけます。で側屈をかけたまま、はい、側屈をかけたまま、あとは体を揺らすだけです。右に揺らす、で左、右、左、右、左で3回揺らして OK で、もう一度そのまま検査していくという形です。だからいちいち親指を押し替えるだとか、でグーッとね圧をかけていくだとか、そんなことはする必要はないです。ただ揺れるだけです。でちょっとポイントを言いますよ。ポイントはですね、同側に側屈をかけてるんですけども、その側屈をかけたままです。でかけたまま体を揺らしてください。で手は動かさない。んどういうことと思うんですけれども、体を揺らしてください。ちょっと私の体を見てもらえればわかるかな。こんな感じで揺れてます。手で動かしてしまうと、この側屈をかけてる遊びが抜けてしまいますので、体を揺らすように、で脇締めた方がやりやすいです。脇を締めて体にピタッとつけて、こういう形で揺れていただけると、はい、非常に動きがしやすいと思います。で、ポイントとしてはそれぐらいかな。で3回やって確認して緩んでれば OK で、緩んでなければまた揺らす回数を増やしていただければいいと思います。これだともう術者も疲れないし、患者さんも痛みがなく、スピーディーにですねこの関節の歪みが整いますので、ぜひ真似してやってみてください。はい、お疲れ様でした。今回はですね、最新版の頚椎の矯正法をお届けしていきました。体を揺らすだけでですね、頚椎は緩むことができますので、ぜひ真似してやってみてください。
はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をしてほしいのと、あとは高評価ボタンも押してほしいのと、あとコメント欄コメント残してください。お願いします。はい、はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。